チーチャンネル始まるよ。はい、ウッチーです。今日はね、プリウスに走行中にテレビが見えるようにできるキットと USB のハブをつけたいと思います。ウッチーのチャンネル。というわけで今日もケイズさんにやってまいりました。早速作業に取り掛かってくれてますね。素人がね、ダッシュボードのパネルとか外すのってめんどくさいんですよ、結構。やってやれないことはないと思うんですが、もう今はそんな気力もないです。甘い！もうね、ナビも外さなきゃいけないし、結局ナビ裏の作業なんですね。RB26 GTR のエンジンです。これ初代の黒ヘッドですね。このエンジンにはだいぶお世話になりました。僕もこれいじってました。 2.7 リッターキットに T78 っていう大きいタービンを積んで04やってましたね。はい、後ろに回ってみます。四駆のエンジンってちょっとね、違うんですよ。こちらがインマニ側ね。あ、インテークマニーホールドですね。さて、これがね、ターボ、タービンですね。ギャレットって書いてありますけど、純正なのかな。ツインターボなので2つついてます。そしてミゼット2、こんな可愛い車もねこうしてカスタムされてしまってます。オーバーフェンダーがついたりとか、こんなワイドタイヤ履いてね、荷台のトノカバーもエアロもつけられてね、いかつくなってますよ、こんな可愛い車が。ホイールは RS 渡辺もどき。はい、ドアの内張り、そしてダッシュボードね、アルカンターラなのかな、これ貼ってあるの。それっぽい布が貼ってあります。R32GTR ですね。欲しい。エンジンがシャンパンゴールド、これ塗ってあるんですかね。最終ニュルのエンジンのカラーリングです。アルミラジエーターがついたり、ドッキノコ、そしてタービンのパイピングとかね、いろんなものが変わってます。アールズホースとかアルミラジエーター、カーボンの同封版マインですね。お約束のニスモバンパーですね。そして ARC のインタークーラー、カーボンリップですね。DM もありますね。そして僕のベンツ、最近乗ってないんですけど、ずっとここに置いてあります。はい、作業はまだ続行中ですね。テクニカルスポットケイズさん、ありがたいショップですよ。もう本当にね、ちょっとしたことでも本当にいろんなことをやってくれます。大きなことも本当にいろんなことやってもらいました、ここのショップの方にね。
だんだん完成形に近いかな、こんな感じ。いろんなチェックをしてくれてます。はい、外したセンターコンソールやダッシュボードのカバーをね、こうしてまた元通りに貼り付けていきます。うん、バチッとはまりましたね。はい、完成しました。今回ね、外から見て何も変わるとこはないんですが、唯一の USB ハブかな、見えにくいですね。ウッチーのチャンネル、あの後ディーラー行ったりいろいろね、ナビを外した時に電源も外してしまったんで、ナビロックがかかってしまったんですね。それを直しにね、ディーラーにも行ってきました。そしたらこんな辺りが真っ暗です。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。